高橋周平。負傷した右足はあれこれから治療に行ってきます名古屋球場でのリハビリ、後に記者に語るとは一体どのようなことなのだろうか。名古屋球場に隣接する室内練習場のトレーニングルームでリハビリに励んだ高橋周平。負傷した右足は腫れていたが、これから治療に行ってきますと自家用車で球場を後にした。球団は復帰時期について治療に専念し、早期復帰を目指しますとしている。せっかくオープン戦から好調でレギュラー掴んだのにもったいないですね。中日の開幕後の好調を支えた一人で、サードは今年は定位置かなと思っていました。そんなに腫れてるのであれば、かなりかかるんでしょう。カリステなどがサードで使われるのでしょうが、残念です。戻ってくるまで、良い順位であれば良いですね。復帰までにどのくらいかかるだろうか。できればチームが終盤まで優勝争いをして選手に疲れが出てきたところで、颯爽と現れて大活躍、なんてのを期待してます。まずはしっかり治療に専念してください。ようやくドラゴンズ待望の選手がレギュラーを取ったと思ったのに残念です。せっかくいい仕事をしてても、怪我で外れてしまいそのままという選手が多いので無事に戻ってきてもらいたい。今シーズンは少し選手のやりくりに余裕がある岡林がまだ2軍にいるのはその影響だし、無理させる時期でもない打者も投手も、本当最近では一番選手層が厚くなってきた。腫れや痛みが引くのは割と早い怪我ですが、再発しやすいので、しっかり治さないといけない。下手したら慢性化するとも言われています。早くて6月復帰が現実的ですかね。早く完治してほしいね。戻ってきたその時に、チームがいい順位でいい戦いができていれば嬉しい。とりあえずそれまでは、みんなで頑張っていくしかない。高橋周平選手が戻ってくるまで、カリステ選手と福永選手で頑張ってほしい。福永選手の打撃は魅力があります。ぜひ、福永選手を使ってください。待ってる。カリステが頑張ってくれているが、しっかり直して速球に強くなって一軍へ帰ってきてください。上半身のスピードアップを、今季は、覚醒したと思った矢先に、故障か、周平の怪我の多さは、相変わらずですね。いい選手は、故障が少ない、早期復帰を、願っています。守備にほころびが出る前に戻ってきてほしいが無理はさせられない。代わりの三塁手は誰でもいいわけではないので、とにかく全員でカバーするしかない。復帰はオールスター明けかな。石川もチャンスなんだけど動欲さがいまいち感じられない。ならカリステと動欲の塊の福永に頑張ってもらうしかない。柔らかい体を作り怪我を回避することでないのですかね。一郎が怪我をしないのはそういうことです。戻ってきてくれるの心待ちにしてます。早く完治させて今季の快進撃をさらに加速させてほしい。カリステ選手、ちょっとヘマしちゃうけど、喜びをすごく表すし、目も小さくて、なんか可愛いですね。周平の離脱は大変残念だが、カリステに出番が回ってきたのは嬉しく思う。もともとショートはカリステだと思っていた。しかし、カリステのショート守備は監督のメガネにかなわなかったらしい。しかし、サードの守備は、周平に引けを取らないくらい上手いと思う。高木さんの言うように、戦力が充実してきたね。カリステって実は去年 HR5 本売ってるんだよね。172打席で5本なら、頻打の中日からすれば打ってる部類だと思う。フルに出てたなら、10本は打てる可能性はあるだろうと思えるし、守備力は周平に比べれば減かもだけど、代わりに打撃は少し増の可能性ってところか。ただ周平は今年得点圏打率高かったけども、カリステなら穴を埋めてくれると信じる。ショートカリステにしなくてよかったなと思う。カリステの器用さ半端ない。足も速く長打もある。まさに今の中日野球にぴったりの助っ人。自分は密かにロドリゲスにはカリステみたいな選手になってほしいと思ってる。契約が不安定な外国人をセンターラインに置くのは最後の手段にしたい。外国人の UT というのは、日本人にはない身体能力で活躍してくれることが分かったので、周平の抜けた穴はカリステがそっくりそのままに3番サードに入ればいい。間違っても村松をサードで便利屋的に使うのは避けるべき。村松はショートが基本。田中との絡みでセカンドもあり、徹底してもらいたいね。高岸の言われる通り3番カリステで良いと思う。上林よりも、塁に出よう、ランナーを進めようって意識が、昨日のセーフティーバントからも感じられたから、守備は上林が守ってた外野も良いと思う。ショートは周平の代わりにあげたんだから、試して即使って試してみるべき。役不足なら代わりは、いるから、サードには山本が良いと思う。3番はカリステも状態いいし、上林が調子上げてきたら左の方がいいかも。この辺りは状態次第でいいでしょう。今はどちらかというとカリステで良いけど、上林に調子上げてほしい。3番問題と、サード問題はまた別だけど、
3番サードカリステがハマればそれでいいですね。去年まではコロナコロナで故障者が出たらやりくりで各球団は悲鳴を上げてた。今年は新型コロナはまだ心配ではあるが、現時点でそこまで不安視する必要はないんじゃないかと。それよか故障者が続かないことを祈るだけ。昨年後半戦カリステが打ち出したからユーソラの出番は減った。プロの世界はそういうものでしょ。カリステが3番でハマって守備に特に問題なければ、周平が戻ってきてもレギュラーとは限らんわな。プロなんだから当たり前です。周平が復帰したら周平の守備力は硬いので、カリステを左翼で使うのも手かな。ただ岡林も復帰したら外野も激戦区となる。まあ調子いい選手を見極めて使っていくしかない。高橋には失礼だがカリステの3番は良いと思う。多分常時使っていれば2割8分ぐらいは打つと思う。守備も悪くないし、高橋が抜けてもそんなに大きな影響はないのではないか。3番にカリステ選手、妥当な選択だと思います。今日もカリステ選手が打って打線が活発になるといいですね。今日も勝つといいな。カリステも上手い選手だし、ええ仕事してくれとるわ。周平が戻るまでカリステが頑張ってくれるわ。辻元は不評みたいな使われ方になるのかな。多くの人が言うようにサード周平の代わりはカリステで良い。打撃面でも周平と大きく差がないように見えるし、なんなら貪欲な分カリステの方が上か。中日は17日高橋周平内野手について名古屋市内の病院で検査を行った結果、右外側ヒラメ筋損傷と診断されたと発表。同日出場選手登録が抹消した。ヒラメ筋はふくらはぎの奥にある筋肉。今後は医師トレーナーの指示を受けながら治療に専念し早期復帰を目指す。一見すると何の負荷もかからない普通のプレーだったように見えたが、ヒラメ筋損傷とは思いもよらず重い怪我になってしまったな。調子も良くなってきた矢先だったのにと悔しいことだろう。ここはじっくりと直して、必ず必要になる時にぜひとも戻ってきてほしい。今シーズンの周平はここ数年にはなかった気迫を感じた。キャンプからオープン戦のアピールで開幕スタメンをつかみ取り、シーズンに入っても攻守に貢献していた。周平の離脱がこれほど残念に思えるのは久しぶり。昨シーズンまでならいないならいないで構わないくらいに思っていた。復帰までどれくらいかかるかわからないけど、早く戻ってくれると良い。よかったら怪我をするんですよね。なかなか一年通して活躍ができないでベテランになってきてますからね。今年もなんとかチャンスがあってスタメン取れたのに、内野陣がしっかり固定できれば強いってことが証明されつつあるので、サードに新たな戦力が現れてほしいですね。高橋山根選手を応援しています。残念ではあるが仕方がない。全治1ヶ月ぐらいかな。早く治って再び三塁手として活躍してください。ようやく評価されていたのに怪我だけはやむを得ないわ。守備もうまく、最近はヒットを打って活躍していたのに、また1ヶ月ぐらい先の大事な時に再びスタメンに出てください。待っています。筋肉系の怪我は調子の良い時ほど起こりやすいので、ファンとしても残念だし本人ももどかしく悔しいと思います。リハビリにじっくり取り組んで、若手たちがバテてきそうな夏場前くらいには万全の状態で戻ってきてほしい。今年はシーズンを活躍で走り切ってほしいと応援しつつも、好調な時に限って怪我して離脱がパターン化してたので不安でいましたが、今年もまたか。残念です。本人が一番悔しいですね。焦らず直して早い回復と復帰を願ってます。周平の離脱は痛いが、このチャンスに石川がものにしなきゃ。菅野に2軍で調子が上がらないか。今年の立浪監督は温情なしで調子優先で正式用を考えて、マックから投手力は安定、起用方法もいいし、間違いなく A クラスでクライマックスシリーズ進出ですな。やっぱりふくらはぎか。こりゃ時間かかりますね。前半戦は無理だな。焦って悪化したら元の子もないからね。やってしまったものはしょうがない。開き直ってしっかりと直してください。そして前よりも頑丈なふくらはぎにして帰ってきてほしい。さあ控え選手諸君、ポジションが一つ空いたぞ。目の色変えて奪いに来い。せっかくオープン戦から好調でレギュラー掴んだのにもったいないですね。カリステが今日は出てタイムリーを打ちました。代わりに出た選手が活躍するので、競争は続くのでしょう。